はい、こんにちは、ちちちゃです。それでは今回は本日配信のイベントクエスト大強制初見プレイに挑戦し、報酬も確認したいと思います。このクエストは密林でバルファルクを一頭討伐するクエストとのことなんで、今回は狩猟笛を担いできました。頑張っていきたいと思います。装備の詳細に関しましては概要欄に動画貼っておりますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。バルファルクの打属性に靴は頭が60、翼が45で、胸になんかこう気を溜めてる状態、隆起収束っていうんですけど、その時は胸の打属性に靴90となります。めちゃくちゃ柔らかいです。さらにこのようにたくさんダメージを与えるとね、特殊なダウンも取ることができるので、隆起収束時は胸を狙っていきたいです。で、通常時は一律で属性がですね、頭20とか25とか、まあ、竜属性以外の属性が通るんですが、怒り石はね、前足と翼脚しか属性が通らないので、属性武器は結構辛いモンスターではあるんですよね。単音攻撃からのぐるぐる、あっ行っちゃった。ぐるーんと回って、ほい、オッケー、よいしょ。狩猟笛もね、言うて属性武器なので、たまにはない。よいしょ。なかなかこの状態になったら苦しいとこあるんですよね。危ない。よいしょ。こんな状態になったら、ほんと前足を狙っていかないと、ダメージがあんまり入らないみたいな。あと、追撃のダメージがもう、バチバチに減るんですよ。狩猟笛の、血中死強度のね、追撃のダメージは、属性の値がかなり大きいので、このようにめちゃくちゃ減ります。さっきまでね、追撃ダメージね、80とか100とかあったのに、もう30とかなっちゃってますから。なんですけど、一応前足であれば追撃ダメージもね、80ぐらいは担保されるので、なるべく前足を狙っていきたいところはあります。三音攻撃、あいて強い。今ね、このクエストの報酬が何かっていうのがめちゃくちゃ気になっております。一応ね、イベントクエストの説明には最大金冠、特別な金冠みたいな書いてあって、実際に大きいので、おそらく最大金冠確定クエストじゃないかなと思うんですけど、さらにプラスしてカムラポイント救済クエストね、カムラポイント救済クエストであってほしいなとめちゃくちゃ思ってます。金作クエストに関しては一応あるじゃないですか。なんですけど、カムラポイントはもうまだまだ全然救済されてないので、そろそろカムラポイントも救済されたらいいんですけどね。おっと、来た。待ってください、私は目ざとく見つけちゃいましたよ。この隣のエリアにラージャンがいることを。おっしゃー月光ラージャン OK、メルセデス・ベンツです。おいしょ、ランボルギーニか。いやー、強い。ラッチャンの総力。久しぶりにしたんですけど、やっぱめちゃくちゃ強いですよね。異常な強さ。ハキリムシ取ればよかったかな。はい。わー、ナイス。これはおそらくダウンが終わった後に吸い込むんで、それを見越してちょっと立ち回りたいですよね。はい、三音攻撃、くるくる、よいしょ。はい、これが一番火力が出ます、この構成だと。ここまでやって多分吸い込むと思うんですよ。どうですか、これ。やっぱりなんで、ここで回る。オッケー。バルファルクってこういうところがなんかパズルゲームみたいで面白いですよ。そして頭への追撃が全然入らない。でも腕を割っちゃってるからな。あ、またもう一回、あ、そう、それは聞いてないや。よっ、はい、よいしょ。
1、もう一回、2、この辺、はい、3音攻撃、はい、ここは天井があるから一応上に登らないんですね、多分ね。そうですよね、そういうことですよね。よいしょ、オッケー、天井に登る、あれなんて言うんだっけ、なんか空から流れ星が降り注ぐような攻撃、襲撃だ。襲撃はね、ここのエリアだとおそらくやらないはずです、そう信じてる。そしてめっちゃの単音攻撃からのぐるぐる、あ、待って待って待って、はい、ほっ、あ、ダメか。もうちょっと行っちゃっておきましょうか。テイム法だから入れ替えしたらよかったんですけどね、すっかり忘れてました。あら、親の顔より見たジオガさんがいますね。おいだー、はい、せっかくだから乗りましょうか。ソリュー、ソリューを始める、はっ、お疲れ様です。さらば、古竜州に勝ったジオガ、報酬は、竜神玉はあります。マカブラはね、開幕油ならいいんですけどね。これはちょっと使えないかな。他にめぼしいものはない。あー、カメラポイント救済でもない。ということは、本当に再来金冠の救済クエスト、ということに、なりますね。一応明日が1月の7日だから、おそらくそれを記念してバルファルク出しとこうみたいな感じなんじゃないかなと思います。今日はね、あともう一個イベントクエストあるんですよ、もう一個なんで、この後そちらも頑張っていこうかなと思います。これね、ビルキーウェイ何でいこうかな、属性もバラバラなんですよね。終了笛かな。これでは限定ポーズを入手できるということなんで、この後行ってきます。ということで今回は以上です。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチョお願いします。またどんどんサンブレイクの動画投稿してきますので、チャンネル登録もお願いします。またね。you